ハートカミオン中継です。なんか主人公が何だったっけ、電気を全部よこせみたいなね、ニュータクミに勝つためには仕事をこなすことが必要だと考えたんでしょうね。っていうことなんですけど、さっき青森まで行って、そっからだからね、多分ね、関越の方が近いんですよね。だから北陸だったら、東京側からぐらっと回る感じだもん。東京通過、南側から日本海側をね、また関越の方が近いよね。関越にしよう。いや、濃いな、濃いよ、すごいキャラクターが。あんた誰だっけ。まあいいか、手を勝負だ。ゲーム上ね、あんま3世代にまたがってくるのかしないと、すり抜けるあれが後ろ向かないけど、まあ、みんな右側走るね、このこいつら左側走るっちゃう。今言ったらゲーム的にバランスよく打ち合わせた方がいいよねっていう考え方からしてみたら、右側行くとってもやっぱ変だよな。なんか腹でも切れそうな勢いですね。
まあ、とにかくみんなが頑張りゃいいってことだな。そうだよね、一人が頑張ってそれでみんながこう引っ張られて元気出せばいいよね。なればね。よっしゃー、今日も食事入るぜ。オッケー。ん、苦手なやつだよ。苦手なやつだよ。また苦手なやつだよ。また苦手なやつだよ。今日ここぐらいにしましょう。終わり。